ホーム、品川シーサイド、品川シーサイド駅は、東京都品川区東品川4丁目にある、東京臨海高速鉄道臨海線の駅である。副駅名は、ビッグローブ本社前。駅番号は、R06。島式ホーム一面二線の地下駅である。2007年8月1日より、ホーム上に掲出されている、駅名表の下に、楽天タワー前と表記され、 線路側の駅名標の脇にも、楽天のロゴマークが掲示されるようになった。その後、楽天本社の二子玉川移転に伴い、2015年8月1日より、ホーム上に掲出されている駅名標の下の表記は、ビッグローブ本社前に変更された。 2010年8月には通勤時間帯におけるエスカレーター乗り場付近の混雑緩和を目的としてエスカレーターの高速化工事が行われた。2019年度の1日平均乗車人員は24,414人であり、臨海線内8駅中、第6位。品川シーサイドフォレスト及び周辺の開発により利用者は順調に伸び、2006年に 楽天の本社が品川シーサイドノースタワーに移転してきた翌年の2007年には天王洲アイル駅を上回った一方改札口付近の混雑が激しくなり利用者から改善を求める声を受け2007年9月に改札機が増設された2015年に楽天が二子玉川へ移転し一時的に減少したが別会社が入居した2016年の乗降人員は 楽天退去前の2014年を上回った、開業以後の1日平均乗車人員は、下表の通り、出店、ありがとうございます。